利用は中華民国の政治家、後墓上線。原石は甘粛省乱州増やす支援権。幼年時代は故郷の私塾に通う。後に甘粛省の秋子書院で学んだ。新疆に戻ると、イリ、エオンで学童の道長となっている。中華民国成立後の1913年、参議院議員に選出される。1915年8月、シャヤール県知事となった。 1919年、トルファン県知事となり、トルファン防石交渉総経理も兼ねる。その後、新疆将棋会議長になった。1928年11月、リオは、新疆省政府主席となった、金樹人のもとで省政府委員に起用された。金が、クーデターにより逃亡した後の1933年9月、省政府が改組され、劉文龍が省政府主席となったが、 そのままりは留任している。まもなく変貌、ただ主弁正制裁がクーデターを起こし、12月には竜を捕獲、軟禁する事件が起きた。政は、趣水を公認の小政府出席代理として擁立したが、翌年3月に主は病没する。それを引き継ぐ形で、理が小政府出席代理として盛んに擁立されている。結局、国民政府も正制裁のクーデターを黙認。 追認せざるを得なくなり、10月、正式に、リオが、劉文リの公認として、新京省政府主席に任命された。しかし、リはあくまで森の区別に過ぎず、実験は森が掌握している。1940年3月21日、リオは省政府主席に在任したまま病没した。去年72、ありがとうございます。